続いて3つ目のタイトルを紹介していきましょう。3つ目のタイトルはシクスターゲートスタートレール、イエーイ。本作は再び登場のハチさんにご紹介いただければと思います。はい、ではこちらの、シクスターゲートスタートレールについてご紹介をお願いします。はい、それではですね、こちらもまず映像の方をご覧ください。シクスターゲートスタートレール、発進シーケンスに入ります。はい、ということで、はい、なんかすごく可愛いポップの PV でしたね。こちらはですね、宇宙をテーマにしたリズムゲームとなっております。それではスライドの方お願いします。はい、おはい、ということでこちらですね、2021年の11月6日から Steam で早期アクセススタートということでですね、はい、もうそろそろプレイできるタイトルになっております。そうですね、11月6日だから来月ってことですかね。はい、そうなんです、うんうん、楽しみですね。それは続いてお願いします。はい、こちらですね、 Android で配信中のリズムゲームシクスターゲートの後続作となっております。はい、移植ではなくて完全に新しいゲームとしてシステムやビジュアル的に大きく進化した作品となっております。おお、これもみんなコメントがにぎわってます。音ゲーね、やっぱみんな好きだもんね、うん、音ゲー楽しいですよ ね、 ね、楽しいですね。はい、そして、はい、それでは続いてお願いします。うん、はい、こちら宇宙航海のパートナーしーちゃんです。かわいい。はい、うんうん、この子と一緒にリズムゲームをしていくというゲームですね。はい、はい、続いてお願いします。こちら難易度がもちろんあります、うんうん、コメット、ノバ、スーパーノバ、クエイサーということで、コメットが一番簡単でクエイサーが一番難しいということで、自分に合ったレベルでプレイできます。なるほど。はい、あまり慣れてない方はやっぱりコメットから始めるのがおすすめですね。なるほど。はい、続いてお願いします。はい、こちらですね、プレイ中にアニメーションが表示されるんですが、うんうん、こうもっとこうノーツに注目したいという方はこちらオフにしたりとか、うん、オンにしたりだとかっていうこともできますし、あ、なるほど、あるよね。そうなんですよ、スキンも変えられるので、うんうん、これ自分の好きなもので遊んでください。これはありがたい。うん、続いてお願いします。こちらがですね、すごく特徴的なんですけれども、ゲームプレイ途中に音楽の流れによってレーン数が変わります。ほう、あ、レーンが、あ、なんか増えてる。そうなんです。え4レーンだったものが5に増えるっていう、音楽中にですね、すごい、プレイ中に増えるんですよ。ここが面白いポイントかなと思います。うんうんうん、確かにこれはなかなかね、あんまり珍しい、ね、ないですよね、レーン自体が増える。そうなんですよ、うん、はい、続いてお願いします。そしてこちらはですね、リズムゲームがあんまりやったことないよっていう方から熟練者までいろんなことが学べるモードもあるので、これはですね、安心ですね。はい、続いてお願いします。こちらもちょっと面白いんですけれども、全ユーザーが協力して一つの目標を達成する協力マルチプレイモードがあります。ああ、マルチプレイ楽しいですね。楽しいですよね、うん、こちらはですね、詳しくは早期アクセスで解禁ということなので、こちらも続編をお待ちください。はい、続いてお願いします。はい、毎週アップデートによってなんと 2,3 曲を追加ということで、このようなですね、有名な楽曲も追加される予定になっております。うん、はい、曲大事ですよね。そうなんですよね、好きな曲でやっぱ上がってくるっていうのがね。私あのそれこそミューズダッシュとかはあのずっとやってたんですけど、はい、そう、あのこういった何ですかね、この縦型のやつっていうのをちょっと初めて、うんうんうん、あのなるほど、そう、なんかね、これなんか実際いい機会なので、ちょっと私も実機プレイができるっていうのを、ね、そうなんです、しておりまして、はい、ぜひプレイしてみてください。楽しみです、ね、じゃあ早速やっていきましょうかね。はい、おい、はい、こちら曲選択画面になっております。可愛いではないか。何がいいんだろう。おすすめあるの、ハチ。おすすめですか。私あのステイダンスっていう、あ、これですね、この曲がとっても好きなんですよ。あ、じゃこれやろうかな。一番端っこのコメットっていうのが一番簡単なんですけど、どのレベルでいきますか。あ、じゃあ一旦
これでも時間、あ、でも10、そうかそうか、これぐらいか。そうですね、10何分かはあるので 2回ぐらいはできるんです。うん、じゃあ一旦簡単なやつ、簡単なやつで、はい、こちらで、はい、じゃあこちらいきます。ゼロイチと書いてあるので、もう初心者さんでも楽しめる曲になってるかなと思います。はい、お願いします。おー、かわいい、かわいいですね。あ、なるほどね。はい、SDJKAL を使って練習していきます。あ、これだ。お、あー、あ、こっちだな。あら、ちょっと待って、配置があれかもしれない。ちょっと待ってくださいね。あ、SDJK、あ、これだ。あ、OK、増えたのが分かりますか。うん、真ん中がスペースか H ボタンで。なるほど、なるほど。うんうん、あ、で、これに戻るの。そうなんですよ。へぇ、ちょっと慣れないとびっくりするんですけど。確かに急に来ますね。そうなんですよ。あ、でもそれがやっぱ面白いですよね。面白いかも。なに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 、あ、なにこれ。ここサビなんです。あ、へぇ、あ、これ同調子じゃないですね。これは A ボタンで開けます。 A と L の、そうそう、で真ん中スペースです。うんうん、これちょっと皆さんもなんか手元にキーボードあった人想像してみてください。じゃ皆さんも一緒にね、押していただければ、キーボードをご用意の上。いや、なんかスペースを押すっていうのが宇宙感っていいですよね。あー、わかる。スペースなんか使うっていうの珍しい気がする。そうなんですよ、うん、これなんか戸惑うね、こうですね、可変するの。もうなんか感覚ちょっとダンスに近い感じっていうか。あー、なるほど。脳の切り替えがこう、あ、こっちだ。楽しい。なんか左足出して、こっち出してみたいな。そういう感じですよ。確かにダンスみたいですね。うん、あー、楽しい。盛り上がりになると例が増えますね。いいですね。これね、あ、ここはだと落ち着いて見てるんです。あ、こちら、お、あれ、あー、なるほどなるほど。パチパチパチ、これなんか、はい、ちょっと難しいやつもやってみたくなりますね。そうですよね、うん、どんどんチャレンジしてみたくなりますよね。音ゲーってなんかゆっくりの方逆に難しかったです。確かに確かに、ちょっと前田さんには刺激が足らなかった。じゃあちょっと難しい早い曲突入型なんでやってみますか。ね、ありがとうございます。じゃあちょっと、はい、なんかこう罵声を浴びせたくなるぐらいの、あ、お前何やってんだよみたいな。何だこれとか、おいみたいな。あ、ちょっとやりたいやりたい。え、スピーディーな、スピーディーなやつですか。どれがいいのか、知ってるやつの方がいいのかな。これちょっとゆっくりめの曲ですね。なんか面白い譜面あります。なんかこう乗りやすくてやりやすいみたいな。キープオンとかはちょっと、あ、いいんじゃない。あ、こういう感じ。これをじゃあ、あの黄色い、あ、こっち行きますか。はい、これはどうやってない、あ、これか、え、横の、そう、横の十字。あ、これですね。で選択できましたね、はい、で、さっきが、D と S ですっけ。あれ、どっちだっけ。 D と F、 あ、JK、あ、そうです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 。JK、SD。SD で、A と L。はい、うんうん、ありがとうございます。よし、じゃあこれでやってみたいと思います。はい、わー、頭の回転いけるかな、これ。大丈夫です。いけます？大丈夫です。よしよしよし。結構早いんですよ。マジ？この曲。え、やばい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 、絶対に、絶対に、絶対に、何回、はい、はい、はい、ちょ、はい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 、ちょ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 、無理、無理、無理。え、いけます、いけます。いや、本気出しすぎだってこと言うよね。え、無理だって、無理だって。え、え、え、しゃーじ。行きましょう、もうどん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 じゃねえ、どんどん行きましょう。すごいね。やばいやばいやばい、これでちょっとおかしい、おかしい。待って、このレベルは求めてない。いやいや、いいやいや、そんなの2個目ですからね。ちょっと、ちょっと、2個目のやつですか。ストップ、ストップ、ストップ、エスケープ、エスケープ、ちょっと、エスケープ、バックスペース。ここ、ここ、ここで。ちょっと。じゃ1回、1回、1回、いいんですか、投げ出して。投げ出していいよ。いや、待ってくださいね、これ。2つ目なんです、難易度。2個目なんです。2個目、これで2個目なんです。あ、なるほどね。じゃあこれ逆にノーマルにしたらちょうどいいのかな、うん、ど
もどうなんでしょう、ね、どうなんで、あでもノンアルにしてると刺激たんない気がするな。なんか程よく行きたいね。コメットコメットが一番簡単です。コメットが一番簡単なんですけど、うん、一番最初にやった曲は1なんですよ、レベルが、うんうんうん、でこれ4なんです。コメットの中でも難しいもの。なるほどな、うん、これは確かにダメでした。あ、じゃあミュージックセレクトの方を、うん、ノートスピード変更とかある？あ、ノートスピードはあー、まあ、でも今多分300が一番遅いんですよ。一回戻りましょうか。戻るのか。ミュージックセレクトの方に行ってもらえれば。それで大丈夫です。はい、なるほど、これはよかった。あ、もうこれ素で星4なんね、うん、そうなんですよ、そう、素が星4、素で星4弱いですね、うん、これじゃあ星3ぐらいでいってみましょう、うん、あ、そっか、それで星なんだ、ね、多分やればいけますね。よし、はい、これだったらいける気がする。いやー、やばかった、難易度の上がり方ちょっとびっくりしましたね。やばかったね、うん、とんでもないやつだったね。あ、いいんじゃないですか。ちょっとノートのスピードが遅いなっていう時は F2 を押していただけるとプレイ中でも上げることができます。いや、程よい気がする。あ、いい感じですね。あ、あ、難しい、あ、難しい、頑張ってください。これでも途中で終わるのないんでしょ。ないです、ないです。あ、でも難しい方がちょっと分かんないですね。私も怖くてやってないんですよね。おお、まあ、やっぱこれ止まろうね。タンシータン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 、あ、楽しい。この曲もとってもいいんですよ。あ、あ、これ楽しいな。あー、増えた、この盛り上がるで、あー増えた、やばい。スペース頑張ってください。あ、あ、難しい、あ、難しい。スキルみたいになっちゃった。あ、頭混乱してきた。あ、難しいな。あ、むずい。あ、やばい。あ、これから、あ、違う、こっちじゃない。やべこれだわ。やばねー。あ、これ、むずー。いやー、これなんか頭の、なんだ、急に増えた時に F はやばい。あ、ブルブルして、目回ってます。これも可愛いですよね。でもなんか慣れて、叩けるようになったらすごい楽しいかもしれない。いや、これ絶対楽しいんですよ。ややこしいですね。でもこれ、どうなの、皆さん多分見てる方、結構音ゲー好きな方多いと思うんですけど、これやってみたいっていう方多いんじゃないかな、うんうん、面白そうっていう声、ね、実際すごく面白いですね、うんうん、確かにスピード感できるやつとかもね、やったら、おーおーおー、はい、じゃあ他の曲も見ていきましょう、うんうん、確かにこれの、はい、コネットの02ぐらいとか、そうですね、2とか3とかがちょうどいいんじゃないかなと、ね、2いきますか、いきますね、猫ちゃん2はね、ちょっと刺激足んない。3いきますか、じゃあ。3がいいんじゃないですか。本当に？これでゆっくりのやつとか？あ、これ好きかも。いや、まあ、前田さんが好きな曲です。そうですね、最後は。3で？いや、2言ってた。何言ってんの？好きな曲って言ってるのに、3。じゃあ逆に3でめっちゃ簡単なやつありますよ。いや意外とむずいっすよね。その私すでにもう3で難しいと思っちゃった。だよね。そうなんですよ。言ってるじゃないですか、ちょっと。3で結構難しい。いや、さっき4でしょ。4はだそんなに変じゃなかったの。やってないからと言って。いや、本当ですよ。じゃあやる3いけそうでしたって。本当、いや2はね、締めにやるにはちょっと緩い。これ割としっかりした感じなんで。いや2でいいっす。3にします。まあ、いい曲、好きな曲にします。まあ、でも、うん、好きな曲選んでいただいて、でちょっと歌詞のだったりとか、いろいろありますね。
これの2ってどうですか、ちょうどいい感じ。これは割とこのゆっくりとした感じなんですよ。2で速いやつこれとか、この音がすごく綺麗な、曲いいね、これいいんです、うん、すっごくいいです、うん、これいきますか、ね、これやってみよう。お、来た来た来た、夜劇場、なんか後ろ夜劇場、夜劇場ってなんだ。お、アニメーションもちゃんと変わるんですよ。お、あ、こっちだ。この始まりがめっちゃ良くないですか。あ、いい。おー、藤岡さんに最高難易度やらせてみたいって言われてますよ。あれ本当ですか、ね、何も、事故事故事故。これが苦手なんだよな。増えたけど真ん中、あ、出た出た出た。あ、やばい、スペース、よ、お、お、違う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 、これだ、これじゃない、これじゃない、あ、難しい、普通に難しい。スペースが増えるとちょっと考えることが増えちゃうから。あ、むずいね。で、こっちが高いでしょ。あ、こっちだ、はい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 。で、こっちが戻って、いや、やばこれはね、まだ叩けるんだけど、やっぱスペースですよね、問題はね。そう、スペース来た時にパレンってなるんだよね。でも増えるだけだもんね、よく考えたら。そうなんですよ。でもなんか脳が、あれってなるよ。2秒無理。そうなんですよ、さっき3やれって言いましたからね。いや、言ってない。言いましたからね。言ったわ。言ってない、言ってない。あ、じゃあ、これはこっち。あ、こっち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 、これはこっち。あ、なんか脳の錯覚するんだよね。仲良くしちゃうね。慣れいるね。そうなんですよ。程よかったですね。でも程よかったですね、うん、確かに確かに。でも音楽いいです。いや、本当にこれは音楽もいいし、まあ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 、でもなんかちょうどいい、程よい感じでしたね、うん、確か確かに。 PC のキーボードの手のポジションを意識すればいけそう、うんうんうん、譜面でね、こうやってこれはこれっていうのがね、そうですね、やれば。西岡さん4やるあ、高難易度少し見ますか。確かに見たいです。じゃあ8、いや、西岡さんですよね、これはやっぱり。俺やだよ、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 ドドドドドドって。この前の12見てみます。そうですね、一番難しいやついきますか。13のやつが、この1個上が、どうなの、ノートの方だけ。これの、なんで難易度を、これですね。これって、でも、とりあえず、見れば大丈夫か。いや、途中もしかしたら、なんか、うっかりできるかもしれないんで。あれ、西岡さんよりしたかったんですよ。ちょっと、とりあえずじゃあ見てみよう。一回見てみよう。とりあえず見てみよう、とりあえず見てみよう。いや、なんかね、なんか何かの間違いできるかもしれないね。何かの間違い、まだ諦めない。ハチは、いくつまでやったの。私ですか。あ、もう最初からあ、これはここだけ、あ、やばいやばい、あ、やばい、あ、やばい、あ、やばい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 。もうとりあえず、ここだけ叩こうかな。もう横のところとこだけ叩く。あー、え、もう何言ってるか分かんない。あー、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 え、どういう頭してんのこれ。え、これできる人いる。いや、腕が多分6本ぐらい。ガチャガチャ、あれ、ガチャコン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 。あとりあえずどこで。これだって、これはね、これブラインドタッチより早いの、うん、多分重なってるとことか、もうなんかもう、どうしたらいいの。え、これ頭やばいね。とりあえず叩いてる、とりあえず叩いてる。あと、とりあえず叩いてる。これともどうなってんのっていう感じになってます。そうだ、途中でさ、ちょっと伸ばしたりするのも。そうなんですよね、入ってるのも。いや、やばい。途中で何が叩いて何が叩いてるのか分からない。てか、同時やばくない？同時やばくない？てか同時ってどうするんですかね。そうそう、こういうの、ね、こういうのどうするんですか、ね、わけわからん。ほんとだよ。じゃあ押しっぱなしで ESP する。はい、 ESP って、あ、止めようって感じですかね。うん、いやー、まあこういう、やばいやばい、逆に当たってんじゃん。一番難しい難易度が
これなので皆さんぜひね、でき、うん、俺こそは、私こそはという方は、はい、ぜひぜひやってみてください。はい、ぜひやってみてください。私の手が止まらない。まあ、全部レッドスターですけど。いや、これはマジで、でもなんか、うん、この領域に行ったらなんかいいですよね、うん、人間やめれた感じする。確かに、うん、でも腕2本くらいもう、ね、入ってきそうですね、うん、まあ実況やったら人来ますよ、うん、ね、こういうふうにしてたら。私もなんだろう、音ゲーとかあのペンタブ使ったリズムゲームとか前めっちゃやってたけど、はい、本当にすごい1位のランキングの人のプレイとかみんなめっちゃ好きで、うん、すごいですよね。いや本当にすごい、何やってんのかも全然わからなかった。わかんないですよ ね、うん、ね、皆さんね、結構これあのいやこれいいなっていうふうにコメントたくさんあったのでね、うん、これあのもし気になった方は皆さんぜひやってみてください。はい、ということでね、見てください、うんうん、それでは最後にスライドお願いします。はい、こちらシクスターゲートスタートレール11月の6日にチームで早期アクセススタートしますので、ぜひぜひやってみてください。はい、すごい、これできたら世界が止まって見えそう。いや、ほんとそれな。あ、でも3秒ね。なんか音ゲーやるとあれだった、エイム上手くなったことある。あ、そうなの。そう、あ、そうなんですか。ペンタブでやってた時になんかね、それはあったことがあるな。まあ、これは多分ちょっと違うかもしれないけど、動体視力の方かもしれないね。はい、ということでありがとうございました。気になった方はぜひ。ということで、それでは最後のタイトルを紹介していきましょう、はい、タイトルは、はい、ブレインメルトダウンイントゥ、デスペア。はい、こちらね、ブレインメルトダウンイントゥデスペアはどういったゲームなんでしょうか。はい、こちらもですね、ではまず PV の方をご覧ください。はい、ということでご覧いただきました。それではスライドお願いします。可愛かったな。はい、ということでこちらはブレインメルトダウンイントゥデスペアということで、なんと本日から発売されております。え、安っ。そうなんですよ。3桁。ね、買いやすいのもいいんですよね。すげえな。こちら任天堂スイッチですね。続いてお願いします。松屋で一番高いなんか生々しいな。こちらなんですけど、はい、先ほどからちっちゃなね、可愛、うんうん、いキャラクターが動いてますね。動いてました。はい、こちらなんと一人でコントロールします。え、二人ではなく一人でプレイします。むず。同時進行ということで、右と左は違うことをします。うんうん、なるほどね。はい。なかなかに、でもこれって、はい、ゲーム的な難易度でいうとやっぱどうですか。難しい。これはですね。右と左で全く違うことをするって、はい、あんまり日常生活ないじゃないですか。そうですね。なんか脳みそが動き出しそうで。そうなんですよ。あの先ほどもね、ちょっと脳が大変だなっていう感じなんですけど、ちょっと頭悪かったけど脳みそが動き出しますね。そうなんですよ。ブレインだしねっていうね。このゲームもちょっと脳をね、うんうん、まあ、ちょっと溶かしていただこうかなみたいな、ね、皆さんのちょっと脳を溶かしたいなと思って紹介しますね。はい、はい、ということで、こちらは走る、しゃがむ、うん、ジャンプという簡単な操作ではあるんですけど、一人でやるということですね。なるほど。でもちょっと脳トレになってとってもいいかもしれない。そうです、とってもいいと思います。問題は目だよね。目ですね。だって2キャラをさ、確かに右目と左目で追うわけいかないじゃん。確かに操作的なね。いや、なんかみんなカオリンは両手で2教科の宿題してたんだけど、あれ決まった動作だったからね。そう、あの片手で打ちながら、あ、そうです、そうです。なんかこう片手で動かしながら丸をつけるっていうのはね、頭は実はそんなに使わないんですよ、うん、なのでね。いや、できるじゃん、前田さん。いや、できるかもしれないです、うんうん、で、まあ、あのスイッチなので、はい、まあ、苦手だなっていう方は一緒に家族とも、うんうん、カットも一緒にできるので、うん、ぜひプレイしてみてくださいということで、それでは、うん、スライドが以上かな。なのでこちらも実機プレイが可能なのでやっていきたいと思います。はい、ということで
えでも普通にさっきねリハでちょっとやったけど大変だったよ大変だったよ。じゃあこちらね行ってみたいと思います、うん、はいはい、じゃあゲームに戻る、大丈夫かな、はい、といった感じで、はい、あ両方飛んだんだ、いっぱい使うんだね、はい、もうなんあでもそうそうですね、本当に簡単で、うん、スティックでもうできちゃいます、そうですね、こうやってただこれを避けるだけっていうことですね、そうです、避けてください、うん、はい、触ると即ゲームオーバーです、なるほどなるほど、なんか時間あるよ、しかもえ、本当だ嘘やん、ちょっとね、こいつがね、結構ね、難易度高かったんで、普通に、しょっぱななんだけど、よっよっ、おい、オッケーってことで、こいつもね、まず一旦一人ずつっていうのね、と、オッケー、危ねえ、これちなみにワンパンに死ぬからね、みんな、そう、はい、今ですね、右手で黄色い子を、はい、左手で紫の子をプレイしてもらってます、はい、待ってこれ最初からなんでジャンプのな距離感むずいんだよな、そうなんですよね、こういう感じでちょっとこうゲームオーバーになった回数がカウントされるんですよね、だん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 こう脳が活性化されてきた感じがすると、はい、オッケーオッケーで、ちょっと待ってね、よし、あ、まだまだ、あくそ今左手、今左手でした、前田さんってどっち聞きなの、両利きなんですけど、基本でも絵と文字は両手でって感じですね、すげえ、でもなんかね、これ普通に苦手だった、なんだろう、ワンパンな、よし、行くぜと、OK、で、とりあえずこっち、こいつがなんだかんだ一番鬼門だったんだよな、で、またリスタートっていうのがね、よし、OK、OK ってことで完全に同時にやってしまうとこのズレがあるんでうまくいかないんですよね、うん、おっしょ、OK ってことで、じゃあ次こっちに行きますよ、はい、お花が咲くとそこから次はスタートできます、あっ、え、これはリスタート、あ、でもお花咲いたのお花のところからよかった、スタートです、ナイス、黄色くんで、ちょっと一緒にこれできますかわいい、はいはい、ってことでよっ、はい、と、おー、いいですね、よしよしよし、いい感じですね、これちょっとズルして、はい、こう、おやおや、あああ、なるほど、一回スタジオに戻します、音が出てない説、はい、あ、本当、あ、本当ですか、あ、マジで一回ちょっとスタジオに戻っております、はい、うん、両利きってなんで両利きになったんですか、はい、あ、なんか習字で左と右に、あの右、左利きだった時に直されて、はいはい、そうなんですよ、ペンとかあれば全然お見せできるけど、そう、なんかサイン同時にかけたりとか、ペン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 1個ください、ペン、ペン、ペン、使いますよね、でなんか、いや、いいです、時間、いや、そう見たいもんだって、あ、本当？なんか時間的にね、なんかもし尺があれだったら、これ、あ、こんな、あ、了解してる、じゃあその間に、はい、じゃあその間にちょっとね、調整していただいて、ありがとうございます、じゃあ私がちょっと、台本の裏とかで、はい、ちょっとやってみよう、同時サイン、これは7ページに行けばいいんだな、うん、ちょっと見ててくださいね、よいしょ、こういう感じでなんかかけたりだとか、あとあのなんだろう、本当だ、すごい、両手でなんですかね、こうこっちか、縦で、へえ、そう、すごいね、こういうのとか、左手と右手どっちが字上手いとかあるんですか、あ、あります、なんか左の方が、うん、やっぱりちょっと癖があって右の方が綺麗に描けるんですけど、もともとでも左利きなんですよ、だからなんかコメントであるけど、そう、サイン、うん、一気に2枚描けるから、あ、でも他の人より早い、あ、そうなんですよね、ただね、絵がね、絵のタッチが変わるんですよ、左と右で、あ、なんか、うん、左だとちょっとなんだろう、こう少年漫画っぽい、なんか 目を描くとですね、こう感じになるんですけど、右で、あ、右か、右で書くとなんか何とも言えない、うん、なんて言うんだろう、味合いが違う、そう、少女漫画みたいな感じ、なんか目の形とかもね、ちょっとずつね変わってきたりするんですよね、いや、これちょっと難しいか、ね、ちょっと難しいですよね、そう、まあ後でね、写真とかでもよかったら、そうそう、あ、OK だそうです、はい、じゃあこれお願いしますはい、ありがとうございます、じゃあこちらのペンとコフ、あ、確かにしますか、うん、お願いします、はい、じゃあ今度こそね、ちょっと皆さんお待たせしました、はい、はい、じゃあこちらも、ありがとうございます、はい、お願いします、はい、お待たせいたしました、いや、逆に良かったです、あの皆さんに披露できて、いや、すごいですね、結構知られてない話なんですね、それ、あ、いや、前田両利きっていうのは、うん、なんかウィキペディアにも載ってます、あ、でも実演はなかなかないですよね、実演はなかなかないですね、なかなかこう皆さんの前でやることってそんなにないので、
そうなんですよ。その力をもってしてもちょっと難しいですね。うん、難しいですね。なんか単純になんかゲーム性かな、ゲーム性がちょっと難しかったりしますね。とジャンプがね意外と難しいんですよね。こいつ柄がねめちゃめちゃ、おーやべやべやべ、めちゃくる、迫ってくると怖いね。迫ってくる、あー怖い、okay、ちょっとずつやってる、そこは大丈夫、ちょっとずつでいきましょう。そこもダメなの？でもそこダメです、ダメです。おあー直進しちゃったけど、今左動かそうとして右動かしたよ。あ、そうですそうですありますよねこれよし、オッケーと、これなんか一体を乗せたまんま、あーっすごいなぁね。気合入っちゃうね。気合入っちゃうね。いやーでもこれどうなんだろう、めっちゃ得意な人のプレイとか見てみたいな。どういうのしてんだろうね。いや、うん、極めるとおかしい人絶対出てくるんで、うん、よっ。でもなんか楽器とか得意な人とかできるんじゃないかな。ピアノとか、うん、確かに、ね、違うもの弾きますもんね、うん、ピアノとか得意な人とか、ドラムとかですよね。おおと、とあーくそー、次行きたいな、ちょっと待って頑張りたい、よし行くぞ。でもなんだろうな、このニュアンスですかね、このゲーム性がすごく可愛いので、うんうん、そうなんですよね。あんまりなんかそんなに苦痛ではない感じがしますね。これまだ序盤のステージなのかな、8、これはそうですね、そうだよね、最初のステージです。わかんないけどね、同時に動かすから、うん、程よい難易度じゃないとクリアできないじゃない。これこっちだな、ああいう感じでお花がちょこちょこあるんですよ。なので、うんうん、そこまでたどり着ければ、うん、そこからリスタートできるので、ちょっとずつちょっとずつ進んでいけば大丈夫だと思います。オッケー、オッケー。進んでいくとこう風景がどんどん変わるんですよね。あ、いいですね。こっちでトウトウ、オッケー、慣れてきた。でトウ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 、オッケーって感じでトウ、あー、いっちゃうよ。くそわかる、その気持ちわかる。さあってなる、あーってなる。いや、やばいですね。確かにどうしてもできないなら2人であり。そうなんです確かにゲーム性ちょっと変わっちゃう。2人プレイもありなの。確かに、スイッチだったらそれができるっていうことですね。ちょっとチートだけど、ここで8と2人で、あ、やっぱりでもやっていただいて、じゃ女子で2人で、女子2人でやります。どうぞどうぞ何で優秀ですか、やります。じゃあやりましょう、やりましょう、やりましょう、やりましょう。私がこれはどちらかな、右の黄色くやりますね。ちょっと紫、はい、ちょっとハロウィンっぽいですね。ハロウィンっぽいですね。すいません、頭乗っちゃって本当すいません。あ、全然大丈夫です。申し訳ございませんでした。ゲームでもそんな礼儀正しいですか。最高ですね、最高ですね。結構ちょっとなんか、おい、違う、わかります、ね、いや、わかります、わかります。ちょっと、すごい緊張してるんですよ、私。あ、本当ですか、全然。でも全然そんな、もう頭、前田の頭でも何でも乗っちゃってください。どうしたらいいんだろう。ちょっとなんか上が、画面の今、モニターの角度的にちょっと前に行きそうになるんですけど、上を押さないと結構あれなんですよね。あ、なるほどな、こっち。そうです、それラグあんだよ。そう。こっちがリアルタイムだから。あ、なるほど、なるほど、なるほど。あ、すいません。見てる方向がちょっと。よし。あ、8って左利き？左利きじゃないんです。じゃあもう右手で持ってやればいい。右手で持つとなんかおかしな感じしますよ、これ。あ、そうなんだ。左スティック、さっき右で持ってたんですけど、あ、いける、いけますね。よいしょ。あ、すいません、また頭を申し上げる。全然いいです、前田の頭を見ていただいて。いいってそれ。どう、で、こっち。あ、でも確かにこれなんだろう、片手だと物足りなくなるな。なんだろう、ですよね、ですよね。あー、なるほど。こう、なんというか、なんていうか、まあ、でも確かに空に戻そう。いや、はい、やってみましょう。じゃあ、いや、分かる、なんかね、そういうことなんだろうな、きっと。これ両手でやるから楽しさがあるんだろうな。ギミックとしては簡単なんです、うん、どちらかというと。そうなんですけど、一人で違うことやるっていう難しさがやっぱり、はい、このゲームの醍醐味ではありますね。よっよっよっ、 OK、 おい、 OK、と、いや、いいよ、いいよ、次。どい、おー、ナイス、来た来た来た、ナイスです。トゲがあるよ、下、やらしいよ。で、ぴょん、あいや、綺麗な叫び出たな。どっからだ、くそー、っからか、マジか。まあいいんだけど、ここはまあいいんだけど、ここはなんかもう両手でぴょっぴょっていっちゃうからいいけどさ。あ、こっちか、こっちだ、ぴょん、はいはい。え、なに、あ、こんなんあったっけ。オッケーオッケー。今何を覚えたんだろうね。なんか進むのとかだいぶ慣れてきたな、全然いける。と
イスです。そうだね、その方がいい。でもこれって離れても全然大丈夫ですか？いや、それが離れすぎると見えなくなるんですよ。もう画面がこのサイズっていう風に決まってるので。なるほど。なので一人置き去りにして先にゴールするっていうのはできないんです。なるほど。ってことはちゃんとなんか時短はやっぱりできないってことですね。そうですね。ちょっとずつちょっとずつっていうのがいいかなと思います。オッケー、これは大丈夫だろう多分。言ってと、オッケーと、イエーイ、来た来た。あ、チェックポイント。あ、なんかこれ、あ、なんか慣れてきたかも。あ、本当ですか？あ、慣れてきた感じする。やっぱなんか向いてるかもしれない、どっちかというと。そうでしょうね。うん、やっぱ全然最初だけだったかも。なんかそんなに歩行がちょっとしたギミックになっていて、え、一人が乗っても動かないので。そうなんです。あ、そういうこと。なるほど。ってことは前に OK で、これに飛んで、あー難しい。これはですね、あれ、あそこ届く、一人ずつ乗るんですよ。あ、そうなんです。そうです。そうするとあれが動くんだよね。そうなんです、そうなんです。なのでここが本当になんというか最初に違うことをする。これ一緒に乗って、でオレンジの子を一歩先へ、一歩先へ、一人だけ。そうそうそう、それでそうすると動くから。あ、で、でこれ戻るの？こう行って、で次にこう行って、で、でそこにもう一回乗らないって言って、ああ、そういうことか、もうアウトです。そうなんですよ。これ戻ってくる？下に、行って上から来て下からも来る。なんだこの、そうなんです。あそこかがむの？あそこかがむんですよ。あ、これかがめるんですか？そうなんです。かがめるんです。下で初めて知った。なんかあれですね、新しい新技能。左足出るんですかみたいな。そういうレベルのこと言ってました今。これでもやっぱ楽しいな。これ本当にこう右の子はしゃがんでる状態で、左の子はジャンプしてみたいなのがあるんですよ。で、今紫のやつが押した。俺のひ、あいつ、俺の右腕、俺の右腕難しいな。あ、でもなんか進むのとかは全然慣れたんだ、慣れたんだが、よいしょ。で、これを両、一緒に乗って、一回、あ、まずでもオレンジの子を先に。あ、行かせた方がいいです。行かせた方が楽かもしれないです。で、これでピョン飛んで、ピョン、はい、で、これを行かせて、で、オレンジの子ピョン行く。あ、ごめんなさい、あ、なんかごめんなさいって言っちゃった。え、あの時にオレンジピョンって言って紫も次に乗って、そうなんですよ。で、乗ってきた時にオレンジの子はさっきの動いていた足場に降りてしゃがむ。あー、紫の子がしゃがむのか。そうなんですよ。ここがすごい鬼門ですね。こうやってこう行ってこう行って、で、オレンジやって紫乗って、紫がしゃがむ、しゃがむってことやる。そうですそうです。理論上ね。やべえな、これやべえな。いや、まあ一個ずつやってみよう、うん、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつやってみよう。で、この子が乗ります。はい、くそーいや、ちょっとね、ちょっと変わりたいとこだけど、ちょっとあのゲーム楽しいからちょっとやっていい？やっていきましょう。ちょっとやっていい。あー難しいなこれ、マジむずい。で、これいくでしょ。で、ピョン、ピョンで、で、あ、ルンタン。ダメだ、そこまでいけない。くそ、くそ、ちょっと待って、ちょっと待って。でもこれ悔しくなって何回もやっちゃいますよ。わかる、ね、やっちゃいますよね。でもなんか片手だと違うってなる。そうなんですよ。なんかそのうち右と左がなんかよく分かんなくなってくるんですよね、うん、いや、本当に本当に。よし、トン、オッケー。で、これ乗ります。で、乗る、で、乗る。あー、あいつ、オレンジもうちょい前だ。もうちょっと前っす。そうですね。もうやるときにはもうオレンジの子が乗ってた足場に降りてった方がいいかもしれない。なるほどなるほど。足場に降りてって、だから、やる？やりますか？2人でやりますか？じゃあここちょっと、じゃあ一回ちょっとここ、ね、一回ちょっと共同作業で難しい。行きましょう。じゃあ私がオレンジでピョンピョン、ピョンピョン、で次あの緑に行ってもらって、でその後って、その後にその乗ってきたあの足場に降りてもらって、はい、すぐしゃがみます。あ、オレンジ、オレンジ、あ、そうです。先にこの最初に行く足場があるじゃないですか、うんうん、あ、そうです。そこに乗ってもらって、でしゃがんで、そこのトゲを、あ、なるほど、越えようという感じですね。了解です。よし、で、ピョン、乗る、で、しゃがむ、次、あ、次、降りて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 、
あ、これか。ちゃうちゃうちゃう。まあいいや、それでも。今のは8が悪い。今のは8が悪い。ごめん。いや、いや、私が悪い。私が悪い。いや、申し訳ない、申し訳ない。乗っちゃえばよかったの。あ、確かに。戻ってこないよね。戻ってくるでしょ。戻ってきます。あ、ちゃうちゃうちゃう。戻ってこないかも。戻ってこない。あ、じゃこれ、前田さんが乗ってもダメ。あれ、もしかして、つ。あ、乗れない。乗れなかった。すんだ。すんだ。いや、これ、いや、すいません、すいません。ちょっと待って。パパって行きましょう。よし、よし。すいません、すいません。めっちゃ前のめりになっちゃう。前のめりになっちゃう。これマジむずいんだな。次ラスト？本当？やだ、頑張りましょう。そんな無慈悲な、無慈悲な。で、今日乗る。ダメじゃん。ああ、ダメだ。ダメだ。すいません、すいません。今なっちゃう。今なっちゃう。もう一回、もう一回、もう一回。いいよ、いいよ、いいよ。今上見てないからいいよ。優しい。気づいてない。気づいてないです。まだ気づかれてないです。ちょい落ち着け。前で落ち着け。ダーリン。ああ、よくない、そうだよくない、よくない。落ちんの好きすぎなんだけど、前田さん。マジ、高所恐怖症になるわ、こんなん。よし、上ね、上をちゃんと押す。よし。どう？まだ OK。あ、待って。じゃあ、落ちすぎ。やばい、沼になってきた。沼になってきた。深呼吸、深呼吸。あ、じゃあ、一回落ちて2勝ございます？俺、8は悪くないんだよ。前田さんが悪くない。これは、8は悪くないから。これはマジで前田さんが悪い。これむしろ西岡さんとあのハチさんでやる。それじゃね、番組の意味がない。それも何の意味もない。確かに確かに。確かに。いいよ。よし。オッケー、来た。いいよ。乗ります。で、この足場に。マルさん、それ乗っちゃう。これ乗る。これ乗る。これ乗る。しゃがむ。しゃがむ。オッケー。で、これに次乗る。乗る。オッケー。オッケー。で、また乗る。また乗る。また乗る。一個目乗る。オッケー。オッケー。オッケー。ちょっと来た。来た。いいですね。で、次に乗る。よし。オッケー。じゃあ私も行きますね。頑張って頑張って。いけるかな。ちょっと怖い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 。これね、そう怖い。遠いんですよね。よし。あ、よく行った。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 今ね、初のプレッシャーすごかったと思う。いや今本当ですよ。本当ですよ。ちょっと吐きそうでしたもん今。わかりますわかります。いやちょっと吐きそうなのわかる。ちょっと吐きそう。何この透明な格好絶対やばいじゃん。なんとですね、こっからちょっとステージが変わるんですよ。これどう雰囲気が乗りましょう乗りましょう。乗ります。二人で乗るの？二人で乗ります。はい、うん、動きます。え？でちょっとここからステージの雰囲気が、うん、これ両手でやったらマジむずいじゃん。変わります。あ、かわいい。あ、やめましょう。行くしょ。行くしょ。いやあれさっきのところ一人でクリアできる気しないんだけど。いや本当にそれな。はい。それではここからまたお願いします。ソロプレイで。はい。ありがとうございます。助っ人ハチさんありがとうございました。本当。こっちが私。こっちが私。で、オッケーオッケー。あ、了解。頭の回転が追いつきました。これも…あ、あだすごいもう本当に面白いんですよ、このゲーム。ごめんごめん、本当にごめん、本当にごめん。よっ、オッケー、ナイスです、ナイスです。で、と、オッケーで、よっ、はい、で、こっち、はい、オッケー。あー、むずい、むずいよ。あ、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 よし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 。で、ぴょん、あ、いた、じゃあ、あむずい、単純にむずい。いや、待って、シンプルに考えるとなんでむずいのかわかんないよな。片方でやると全然そんなことないんですよね。うん、オッケーね。これリズムかも。よいしょ。じゃ、さっきのリズムで。あ、オレンジのやつが今邪魔した。テンポ良かったけどな。意外とテンポよく行くってことが大事かもしれない。あ、いた。ダメでしたね。テンポよく行くとダメでした。やべえな、このゲーム決まってくんね、脳が。溶けてます？うん、脳決まるね。あ、ごめん、ごめん。今近づきすぎ。近づきすぎ。ほら、もう頭おかしいことになりましたじゃん。頭おかしくなりましたじゃん。ね、もう、なんかあれだもんね。なんかもう考えない方がいいかもね。あ、考えないわ。もう考えない。確かに。俺は考えねえ。そう、左手をこうしてとか考えない方が絶対いいよ、これ。オッケー。おい、おぎゃ、おい、おい、おい。ここだよね、ここの紫が。おオレンジオレンジ、ね、あそこむずいな。でも考えない方がうまくいってる気がします。本当ですか？はい、むしろなんか一緒に行く、一緒に行こうよ。せーの、せーのぴょーん。オッケーオッケー、せーのぴょーん。あ、これじゃない？いけるいける、それでいける。これいいかもしれないね。ぴょーん、行って次もぴょーん。で、次どうなる？ぴょーん。ちょっと待って、ちょっと待って、こういう、まあ、いいこれがいいよね、遊び方これ。あ、で同時ってこと？そう、別々に、あ、もう極意、それ極意かもしれないです。同時に動かしちゃえばいいんじゃない、はい、せーの、ぴょーん。ほらほらほら、もういけるかも。あ、ぴょーん、くそくそ。いけるとこそれでいっちゃえばいい。あいや、こういうことだったんだな。よし、一緒に行くよ。せーの、ぴょーん。オッ
ナイスそこからか。オッケー、ピツピョーン。近いこれもう脳溶け出したわこれ次ラスト、次ラストピョーン行こうね、あいつが来る戻ってくる前にピョーン飛んでなかったよ、飛んでなかったあっちいやこれ前田さんで、両手利きの前田さんでこれだから、うん、いや普通の人結構いやでもこれなんかちゃんとできるのってなんか扉が開く気がする、うん、なんかそんな気がしますよね。そしてなんだろうな天才のに一歩近づける気はします、うんうんうんね、はい、でもなんか後半のなんだろう同時に一緒に力合わせようねピョーン作戦結構私いける気がします。それでいいとこはいけると思う、はい、ちょっと引いてません。いや、そうなんです。いや前田さんはそんなもんだと思ってるから大丈夫です。本当ですか、うん、それはそれでなんかちょっと、ね、今ちょっとどうなんだっていう感じですけど、大丈夫です。心配だな。面白かったです、うん、よかったです、うん、いやこれ実況向きだね、確かに。これ多分ずっとやってるとだんだん上手くなってくるから、それ見てる人もそれが楽しくなるから、本当にこれ意外となんか長時間やるとこもちょっと楽しそうな感じしますよね。いや、ガスケットありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで、はい、こんなに楽しいゲーム、こちら、うん、スライドを見ていきます、うん、ということで好評発売中です、うん、10月のセールしなくていいんだよ。10日まで 10% セール、うん、なんでセールするの。792円になってます。いい、買うなら今ですよ。本当だよ、今ですよ。安いし、そして安いっていうね、うん、そうで、こんなに遊べるんですよ、うん、で皆さんもぜひやってみてください、うん、気軽に、ね、ぜひぜひ始められると思うので、はい、ということでね、はい、いやタイトル4作品今回、そうですね、CFP、しかもなんかもう全部安かった。確かに、うん、全部買っても5000いかない気がする。そうですね、ね、じゃあもう全部買ってください。全部買ってください、箱買いできます、大人だから。すごいすごい、うん、いや、よかった。なんか私結構最近バタバタしててライブとかめっちゃあって、うん、ゲームしたすぎて、なんか、いやもう家でマジでゲームしたすぎて、でもやる時間結構なかったんで、寝なきゃって感じですよね。あ、そう、でも寝たくないみたいなね、うん、だから今日なんかめちゃめちゃできてよかった。あ、よかったですね。いや本当に良かったです。めっちゃリフレッシュになりました。うん、ありがとうございます。はい、ということで、CFK のコーナーはここまでとなります。